皆さんこんにちは。今日はね、3月11日木曜日です。京都駅にやってきました。早速ビールをいただきます。この時ですね、おばさまの、皆さんがおられてちょっと引きづらかったんで、この後実は、ゼスト池の方に移動しました。ゼスト池での様子をご覧ください。